一人で行かせるもんか。ユージよ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さん、ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さん。膝をつけ、首を差し出せ。標準せよ。よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。ここはどこだ？なんだこの服。俺こんなの持ってたか。それに肌触りがなんだか、もしかして。コマンド、ログアウト。
ダメか。俺のこの服装、おそらくここは仮想世界だ。とはいえウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何よりここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものと大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。音が聞こえなくなった。なんだこの巨木は。誰？え？君は誰？どこから来たの？あ、キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージオ。よろしく、キリト君。ああ、よろしく。それじゃ。ああ、ねえ。
それじゃ。なんだい？あれ？キリト！行くぞ！なんとか無事に帰ってこれたな。キリト、お疲れ様。ああ、一つ聞いてもいいか？なんだい？神聖術にはその
村の人たちは知らないだろうけど、高位の新生術、天命を増やす。例えば人の天命は赤ん坊から子供、大人へと育つに従ってどんどん増えて、だいたい25歳くらいで最大になる。その後はゆっくり減っていって70か80で亡くなるんだ。この年齢ごとの最大値を増やす方法が存在することが教会の古い本に書いてあったとアリスから聞いたんだ。でもその術は氷教会の偉い司祭だけが使える術らしくてさ、まあどっちにしろ一度ステイシアの身元に召されたら生き返ることは無理だよ。今ここで俺が死んでも教会やどこかで復活することはないと考えて良さそうだ。死ねばおそらく現実世界で目覚めるだろう。けど脱出のために死を試すのはできれば最後の手段にしたいな。そうなるとやはり王都に向かい、世界を管理する氷教会の本部で偉い司祭と話してみるしかない。遊女、この村には竜骨の斧よりも強い斧はないのか？斧はないけど剣ならあるよ。ほら朝に神器の話をしたろ。獣騒ぎのせいで見せられなかったけど。ああそうだった、今度こそ見せてくれないか？それじゃあ剣を取ってくるから先にギガシダーのところで待ってて。王都へたどり着くにはユージオの協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。ユージオを彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。友情はこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろう。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。竜は死んでいたんだな。うん、骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか？一体誰が？わからないけどその人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それで友情は放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい？なんとかな。とてつもなく重いけどそれ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したもの、この仮想世界における神とは一体何だ？ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今分かっているのはこの青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。友情、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを？禁忌目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか？
いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろう。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった、慎重にね。キリト、大丈夫？こりゃダメだ。反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。な、ああ悪いな。それじゃちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステイシアの窓、オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID とは、こっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45、オブジェクト、オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。お待たせ、キリト。さあ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、帰ったのね。なあ、セルカ。ああ、そうだ、今少し話せるかな。私？ええ、別に構わないわよ。その、聞きたいのはセルカのお姉さんのことなんだ。私にはお姉さんなんていないわ。今はだろ、ユージオに聞いたんだ、君にアリスっていうお姉さんがいたこと。ユージオがあなたにアリス姉様のことを話したの？どこまで？アリスもこの教会で神聖術の勉強をしてたことや、6年前聖護騎士に連れて行かれたってこと。そう、ユージオ忘れたわけじゃなかったんだ、アリス姉様のこと。え？村の人はお父様もお母様もシスターも決してアリス姉様の話をしようとしないの。まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。だからユージオも姉様のことを忘れちゃったのかもって。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ天職さえなければ今すぐオートまで探しに行きたいくらいに。そうなの？じゃあユージオが笑わなくなったのはやっぱりアリス姉様のせいなのね。ユージオが笑わない？ええ、姉様が村にいた頃のユージオはいつも笑っていたわ。でも姉様がいなくなってからは笑顔を見てない気がする。確かにユージオの物腰は静かだが、
俺の前で笑ったことは一度や二度ではない。彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、その理由はおそらく罪悪感だろう。やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち、6年の長きにわたって深く苦悩し、傷つき続けてきた。ねえ、何を考えているの？いや、ちょっと思っただけさ。ユージオはきっと君の言う通り、今でもアリスのことが何より大切なんだろうなって。そうなのね、やっぱり。セルカはユージオのことが好きなんだ。そうなんじゃないわよ。なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口には出さないけど、いなくなった姉様と私を比べて。だから私、家を出て教会に入ったの。なのにシスターアザリアでさえ私に教えながら、姉様なら一度でできるようになったのにと思ってる。ユージオはそんな人じゃないけど、私のことを避けてる。私を見ると姉様を思い出すから。でもそんなの私のせいじゃない。私は姉様の顔だって覚えてないのに。ごめんなさい、取り乱したりして。いや、その泣きたい時は泣いた方がいいと思うよ。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。人の前で泣いたのはずいぶん久しぶり。へえ、すごいなセルカは。俺なんてこの年になっても人前で泣きまくりだ。あれ、キリト、記憶が戻ったの？いや、そうじゃないんだが、そんな感じがするっていうか。ともかく自分は自分なんだからさ、他の誰かになんてなれない。だからセルカも自分にできることをすればそれでいいんだ。そうね、私自分からも姉様からもずっと目を背けようとしてたのかもしれない。あら、もうこんな時間なのね。キリトの聞きたいことって結局何だったの？いや、十分分かったよ。そうねえキリト。なんだ？キリトは聖豪騎士様がどうして姉様を連れて行ったのか、その理由も聞いたの？ああ、なんで？私は知らないのよ。お父さんたちは何も言わないし、ユージオも教えてくれなくて。確か果ての山脈にある洞窟を抜けて闇の国の土に手を触れてしまったからって聞いたけど。そう、果ての山脈を。大丈夫かセルカ？ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに引き止めちゃって悪いな。ううん、気にしないで。それじゃあ私は行くわ。ああ、またな。行くよ。わかった。
ユージロ。そうだね。なあ、行くよ。